皆さんこんにちは、カズです。今日はサンディエゴ空港に来ております。これから LCC のアリージアンドというエアラインに乗ってテキサスのオースティンに帰りたいと思います。なんとこのチケット50ドルでした。フライト時間が約3時間で50ドルなんで、すごい安いんですよね。なので、まあ、ぶっちゃけ半分不安、半分楽しみということで、早速これから空港に向かいたいと思います。それでは行ってきます。サンディエゴ空港ターミナル2へようこそ。イーストとウエストがありますが、基本的に国際線チェックインのウエストの方が常に空いているらしいので、セキュリティはそっちで済ませたいと思います。こちらがチケットの金額です。3時間のフライトで48ドルでした。時間はたくさんはないけど、プライオリティパスが使える場所が2カ所あるので、回ってみたいと思います。セキュリティチェックを抜けて、無事入ってきました。結構ギリギリに来たので、すごい並んでたらどうしようと思ったんですけど、全然ガラガラで良かったです。最初に来たのが PGA のレストラン。プライオリティパスカードを見せれば28ドル分までカバーされます。さて、何食べようかな。いろいろあって値段もそこまで高くないように見えます。フィッシュ&チップスをオーダーしてみました。なんとオーダーして5分後に食事が出てきたのにはびっくりしました。フィッシュフライが4切れに大量のフライドポテト。これで約20ドルします。高く感じますね。アメリカの空港価格です。魚の揚げ物はパリパリして揚げたてで美味しいけど、フライドポテトが全然パリパリしてなくて、ちょっと時間が経っちゃった感じですね。フライドポテトがカリカリじゃなかったので、次のプライオリティパスラウンジに移動してみましょう。アスパイアラウンジです。中には入れたものの、座る場所は一切ありませんでした。ビールを飲みながらしばらく待っていましたが、全然開かないのでゲートに向かいたいと思います。サンディエゴからは JAL の直行便があるので、日本の PR 動画もありました。アメリカではマスクとかする必要ないんですけれども、念のため LCC なんでしとこうかなと思います。どんな人乗ってるかわからないですもんね。動画のメイン、アリージアントエアの話をしましょう。ウルトラローコストキャリアのアリージアントエアは、ヨーロッパのライアンエアの創業者が投資をするエアラインでもあるため、ビジネスモデルが同じです。シート以外はすべて追加料金がかかります。チケットに含まれているのは、どの座席になるかわからない1席分と、手荷物一つのみです。座席指定も機内での飲み物も食べ物もキャリーオンですら追加料金が必要となります。今回私は追加料金を一切払わずに乗ってみました。持っているのはカバン一つのみ。座席配置はすべてエコノミークラスの33。シートクッションがほとんどないペラペラシート。ラッキーなことに窓側の 27A になりました。早速自分のシートに行ってみるとゴミが、そして床にも、掃除する気は一切ないエアラインみたいです。アームレストがとりあえずついてますよと言わんばかりにチャッチーです。トレーテーブルは何が置けるのかわからないレベルに小さい。もちろん IFE はありません。意外にびっくりしたのがこのシートピッチです。すごく狭いとは感じませんでした。シートの後ろの形状がお尻のあたりが丸くなっているので、シートピッチは股を開いた状態で座るとよりゆったりと感じられます。モニターがないので、クルーから昔のようにセーフティに関する説明があります。アリージアントのフリートはエアバス319とエアバス320で構成されていて、2023年からは徐々にボーイング737MAX を導入していく計画らしいです。中古機材を他のエアラインから購入することで費用を抑えるというのがアリージアントの特徴です。今回の機材はエアバス320でした。
早速機内サービスが始まりました。機内サービスといってもスナックも水もすべて購入しないともらえません。無料で出てくるものは一切なかったです。ちなみにクレジットカードでの購入のみでキャッシュは使えません。機内雑誌に購入できるものがリストアップされています。もちろん値段は割高です。ルートマップを見てびっくりしました。意外にアレジアンといろんなところに就航しているみたいです。クルーは何度かゴミ回収のために行ったり来たりして、これでフライト終了です。LCC って動画撮影する機会が本当に少ないです。オースティン空港に到着。しかし、この景色に全く見覚えがありません。大問題発生です。LCC に乗ってきたら、なんとメインのターミナルじゃないところに着いてしまって、繋がってないので、これからシャトルに乗らなきゃいけないよ。やってしまいました。これからシャトル乗ってメインターミナルに行って家帰りたいと思います。 LCC はこういうことがあるとちょっとめんどくさいですね。いや、やっと見覚えのあるターミナルに戻ってきました。さすがに焦りました。オースティン空港って言ってるのに、見たこともないところに降ろされて、しかももう物理的に違うターミナルなんですよね。で、15分ぐらいシャトルに乗って来ました。幸いね、シャトルがあったんでよかったんですけれども、ちょっとビビりました。まあ、結局 LCC だったんで、全てが追加で料金かかってしまうんですね。まあ、それは分かってたことなんですけども、とりあえずシートが座りにくかったです。体をこう面で支えるようなシートじゃなくて、点で支えるようなシートで、今日ちょっと疲れてたんですけども、全然寝れもしないような、そんな座り心地の悪いシートでした。でもチケットがね、50ドルだったので文句は言えないと思うんですけれども、 LCC 癖がありますね。なんか慣れないとちょっとこう一瞬不安になる時もあるかもしれません。ということで皆さん、今日はお楽しみいただけましたでしょうか。それではまた次のフライトでお会いしましょう。